ご視聴いただきありがとうございます。今日は自宅でもできる練習方法を一つご紹介したいと思います。自宅でもできる練習方法は、ボウリング場のこの例の下目に沿ってスイングする方法です。自宅ではレーンがないのでフローリングで対応します。ではレーンがある場合はレーンに沿って5枚ぐらいで行いたいと思います。でこのように、フローリングではフローリングでは、フローリングの上に沿ってボールを取らせたり、内に入れたりしないように、フローリングでボールを持ってフローリング上でスイングする練習をしてみれば、自宅でも練習できますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の投稿を楽しみください。